アリスの荷物の中に創作家のジレンマという本があった。エミル・ハートマンの著作だ。アリスとの口論を思い出し気持ちが沈んだ。表紙の男の気取った笑顔も気に入らなかった。ガソリンスタンドまで行けば電話があるはずだ。なんとか森を抜けるしかなかった。おい、すみません。それはディパーチャーと題された小説の原稿だった。俺が最新作に使おうと決めていたタイトルだ。著者は俺になっていた。俺はまだ書いていない。書いた覚えなどなかった。そのページには夜の森で主人公が斧を持った殺人鬼に襲われるシーンが描かれていた。振り向いた男の顔は影に覆われ、周囲を取り巻く森の闇とほとんど見分けがつかなかった。だが男が振り上げた斧はそこに光る血のりまでもがくっきりと見て取れた。男は不気味な笑顔を浮かべた。まさに悪夢のワンシーンだったが、俺は眠ってなどいなかった。前方に光が見えた。これでスタンドまで行かなくても電話がかけられるかもしれない。おい、あんた、事故に遭ったんだ。助けてくれ。頼む、助けよう。ブライトフォールズ、カール・スタッキー。どうぞ。よろしく。ご予約は前金で。メールを返せ。ブライトフォールズ、なんとかしなくては。
スタッキーがシャイニングのようにドアをぶち破るのは時間の問題だった。ご滞在中はぜひノルディックウォーキングにトレイしましょう。今大流行で健康増進に適面です。綺麗な景色を存分に楽しめてコレステロールまで下がっちゃう、まさに一石二鳥。斧で額を割られるつもりはない以上ドアを開ける気はなかった。射撃場以外で発砲したのは初めてだった。たった今誰かを何かを撃ったのに、それは跡形もなく消えてしまった。夢だとしても吐き気がするほどリアルだった。暗い森を進むのは気が進まなかったが、スタンドまで行くには森を抜けるしかなかった。なんだあれは。足元に流れる川を見たとき、頭の中で何かがひらめいた。水を見るのも嫌だったが、何とかして川を渡らなければならなかった。